こんにちは。質問いただいてて、でそれで、今こうして動画を撮って回答しようと思っているところです。ご質問が、幼児の初心者の弓の持ち方の指導を、はじめはペンなども使って、キツネさんなどと指導するのですが、なかなかスムーズに持ってくれません。個人差も大きいと思うのですが、不器用な子でもそれなりに持って弾ける上手な言葉がけなどはありますかっていうご質問なんですけど、幼児の場合すぐに弓は持てないんですね。で、時間がかかるけど根気強くっていうのが一番だと思ってて、で私はね、キツネさんはね使わない。ここくっついちゃって、こういう子結構いますよね。こういう持ち方に発展しやすい、これ良くないよね。まあ、なるべく等間隔でしたいから、だから鉛筆で持つ時の指導の仕方としては、まあ、今度オンライン講座でもうやるんですけど、丸、中指と親指で丸を作って、でそれで中指の裏に親指を移動させて、でそこに鉛筆を持ってっていう、この鉛筆の持ち方練習なんですけど、ここで狐さんが登場するとね、こうなっちゃうんだよね。でギューって持ち始めちゃうから、なのでキツネはね、私はおすすめしない。で丸にして、ここでつまんで持てるかっていうこと。幼児の場合こうやって落としちゃうから、よいしょ、潰れちゃったりとか、まずそこがスタートラインですよね。でこういうふうに握ったりとかして持てないけど、まずここに持っていけるか、ふんわり持っていけるか。で私なんかが使うのは、ふんわり持つのはこういう、これお手玉なんですけど、元はこうやって持てるかな、ふわふわにできるかなって、これ潰さないでねっていうことで、この子は活躍しています。こんなグッズ使うのもありだと思います。でふんわりふんわりって持って、でこうで、最初はやっぱどうしてもこうなっちゃうよね。グーで持っちゃって、でそのたんびに弓ちゃんと持とうかって、でこうなってって、こうなった、また弓ちゃんと持とうか、もしくはこうやって移動する場合もありますよね。でそのたんびに、はい、弓ちゃんと持とうねって、この繰り返し、それを厳しく言うよりは優しく言う、その繰り返しですね。いい言葉がけっていうか、一回じゃ無理だから、こちらがもう一回じゃ無理だと思って何回も繰り返してっていう風にするといいと思います。